奈良市は市内の医療機関で実施していたインフルエンザワクチン接種で誤って新型コロナワクチンを接種するミスがあったことを明らかにしました奈良市によりますと今月12日市内に住む70代の女性がインフルエンザワクチンを接種するため医療機関を受診したところ職員が誤って新型コロナワクチンを接種したといいます この医療機関ではインフルエンザワクチンと新型コロナワクチンを同じ冷蔵庫で保管しており接種後にワクチンの取り違いに気づいたということです女性はすでに別の医療機関で新型コロナワクチンを2回接種していて今回で3回目の接種となりましたなお体調に異常はないということです奈良市は、 この医療機関に対し、職員の研修などを行うよう指導し、再発防止のため、他の医療機関にも国の手引きに基づいて管理・使用するよう呼びかけていくとしています。